通潤橋、熊本名八橋橋本勘五郎明治30年は、江戸時代末期から明治時代にかけて活躍した肥後藩の石工である。元の名は、竹八。肥後の通潤橋に携わり、東京でもいくつかの石橋の建設に参加している。種山石工の一人。嘉八の三男として、文政5年、肥後藩種山村に生まれる。種山石工の祖、藤原林七は、祖父にあたる。石工としての技術を学んだ竹八は、兄弟の薄家、宇一と共に若い頃からアーチ型石橋を架け続ける。弘化4年、竹八26歳の時薄家を助け例大橋を6ヶ月で完成させ、その5年後、今度は宇一の下で通潤橋を建造した。通潤橋の架橋後、肥後藩より名字立脇を許され、橋本勘五郎と名を改められた。明治4年、明治政府に招かれ宮内省土木領務めとなり、万世橋を明治6年に、翌年に浅草橋と蓬莱橋、そしてさらに翌年に江戸橋と京橋の建設に参加した。皇居の二重橋にも関わったと言われるが、明治20年完成なので疑問が残る。明治6年5月に大手門内の石橋を修理したと言われるが、具体的にどの橋かわからない。明治7年元日には歌会始に出席し、同年秋に帰郷した。熊本に戻ってからは、熊本市の名八橋、民住橋、菊池市の龍門橋の建設を指揮した。明治30年、種山村にて76歳で死去。八代市東洋町北の石生館の近くに生家が残っている。具体的にいくつの橋を架けたかは定かでない。ありがとうございます。